任天堂の近藤です。私はゲームの音楽を作り、ゲームを何度もプレイして自分の感情を盛り上げて作曲します。その音楽がゲームを遊ぶ人に共感され、同じように感情の起伏が刺激されたり、世界観を鮮明に印象付けることで皆さんにゲームの記憶をしっかりと残すという役割をゲーム音楽は担っていると思います。ゼルダのようなゲームはストーリーやその世界観に没頭できてこそ、そこでの体験が印象深いものになります。気持ちいいとか辛いといったリアルな体験感は人の感情に直接作用する音楽が大変重要だと思っています。今日はこの素晴らしいオーケストラ演奏によってその体験がよりダイナミックに感じられていることと思います。さあ、ここからはそんな音楽の力で皆さんをトワイライトプリンセスと神々のトライフォースの世界にお連れしましょう。あの情景が、あの体験がきっと蘇りますよ。